ングポイントだと思ってるんですけど、はい、あの勝ってご褒美で報告したじゃないですか、はいはい、めちゃめちゃまともなこと言ってますよ。ひょっこり調教師なんで。はい、皆さんこんにちは、今日の週一番のマリキンです。本日のテーマはですね、我が愛はちょっと引退したマリキンサックの反省会をしようかなと、スペシャルゲストをちょっと呼んでおりまして、ご紹介します。高橋調教師です。ひょっこり調教師ていうか、まあ、ひょっこり調教師と大調教師のですね、大先生ということで来ていただいてます。僕のハートの中では逆です。騎手7の馬さんです。なんかちょっと出鼻くじかれたんですけど。そうですか。だいぶ出鼻くじかれたんですけど、これ何話してるんですか。申し訳なくて本当に聖火さんに。あ、本当ですか。笑いを取って許してもらおうと思いまして全然申し訳ない風じゃないっすよね、今の登場。そうですか。でまずこのマリキンサックの購入からなんですけど、はい、サマーセールで買ったじゃないですか、はい、どこが良くて買ったのかな。やっぱりメスとオスだとオスの方が活躍する確率高いのと、調教も強い調教師でも耐えられますし、総合的なことを考えるとまずオス馬を買っていただきたいなと思いまして、そこから、まあ、まず選んでいきました、ね、なるほどですね、はい。マリキンサックの思い出って何ですか。当たり前ですけども、初勝利あげた時ですよね。これ今の覚えてますよ、なんか高橋さんと電話もらうじゃないですか、はい、レース終わると、はい、いや勝っちゃいましたみたいな感じで電話来たじゃないですか、はい、俺ね、これターニングポイントだと思ってるんですけど、はい、あの勝ってご褒美で報告来たじゃないですか、はいはい、休ませてあげましょうよみたいな感じ で、 です、ね、はい、保存治療して疲れ回復してなんかクレンジングしたんですよね、血液。そうですね、はい、あの後崩れてないですか。そうですね、あの後もさっぱりですねやっぱり体内でオゾンが爆発しなかったですね。おもろいな。1個勝ってあそこまでちょっと成績が振るわない馬っていうのはなかなかいないですか。勝ったらポンポンっていく感じなんですか。ポンポン、まあポンポンっていかなくてもポポンっていくケースありますからね。そうですか、はい、そのポンポンもいかなかったですよ。ポンポンもいかなかったです。あの馬券であのあれやったじゃないですか、最高配当、最高配当、はいはい、なんかあの時あのゲートが一番最初に開いたとか言われましたけどゲートの中にボタンがあるボタンがパンと押すと一番最初に開くみたいな。石川騎手が押しちゃったっす。石川君押したみたいな感じでマリキンさん、はいはい、ちなみに引退って誰が決めるんですか。最終的には、まあ、馬主さんの判断になりますよね。まあ、今回はまあ僕からちょっとまあ提案させていただいたんですけども、タイムでいうと1分44秒切れないという壁が一つありまして、その壁を破らないとやっぱり今の C1 クラスでは戦えないなっていうのがまあ正直思いました。はい、あとは馬を預かっている以上予託料っていうのがかかってきますから、馬主さんに経費の部分でマイナスにならないってことを考えていって、ちょっと建前じゃなくて本当にそうなんですか。いや本当にそうです。本当に、はい、だから別に俺金なんてどうでもいい、馬が好きなんでっていうオーナーとかいないですか。まあ中にはいらっしゃる方もいますけれども、うん、ただまあ競争馬持ってる以上皆さんオーナーさんは賞金が入ってくるっていう目当ては、まあ、はい、切っても切れない部分だと思います。確かに結果やっぱ求められますからね、はいはい、そこは、はい。去年とか、出走手当で、はい、なんか300万ぐらいあったんですよ。あ、はい、例えば大井競馬でビリッケツでも23万入ってたんですよ、はい、月2回走らせて40万入ってたんですよ、はい、そういう意味で稼いでるんですよね。丈夫な馬だったんで短期間の間で22戦できたっていうのは大きかったと思いますよ。22戦使って1勝2着1回3着1回で獲得賞金が400万、はい、というマリキンサックの成績だったんですけど、反省会としてまとめると、はい、一言で言って、はい、どうして勝てなかったの、はい、何だったんですか、はい、そうですね、最後はもう本当にレースを途中でやめる癖がついちゃいまして、それが最後までちょっと尾を引いてた部分があって、持ってる力はまだ足りるんじゃないかなと思ったんですけども、ズルを覚えちゃったっていうところがありますよね。あ、それめんどくさいですよ、はい、あれなんか直せないのかなと思って。一回覚えるとね、馬も賢いんで、なかなかね、それを修正していくっていうのはなかなかね、すごいまともなこと言ってますよ。めちゃめちゃまともなこと言ってますよ。ひょっこり調教師なんです。調教師の試験って受けてるんですよね。で、受かったんですよ。はい。そこなんか偽物っぽいじゃないですか。
なんかよくこの世界なんか詐欺師ペテン師調教師って言われますから。そんなねありますね、名言が。そういう名言ありますからね。なんかまさかの間近にいるってやめてくださいよ。次のマリキン娘っていうのは高橋球者にまた言いますね。はいはい、あの噂のなんでテンション変わんすか。いや動きが良かったんですよ。あ、そうなんですか。今の反省点も踏まえて、はい、なんかこうあのやる気がなくならないような、あ、そうですね、今晩も気持ちです。あ、なるほど。体よりもう気持ちでいかに走る気持ちに差し取るか。ヒューマンパワーじゃないですか。もうそこもヒューマンパワーになってます。あの次なる高橋球者に僕は期待したいなと思いますね。はい、でなんかこう今なんか高橋優者なんか人員増やそうみたいな。あ、そうなんですよね。はい、スタッフもう一人欲しいなと思いますので、このチャンネルを見てる方で高橋優者で頑張っていきたいっていう方もしましたら、僕と一緒にチームマリキンを盛り上げて頑張っていきます。この動画を見ていただきましたらですね、あのチャンネル登録と、そしてですね、あの高橋さんに対するコメントでもいいんじゃないかな。なんかいろんなこうコメントいただいて盛り上げていただければなと。優しいコメントでお願いします。まあそうですね、はい、という感じで、ではでは、ありがとうございました。